1973年のコース1973年のルマン24時間レースは41回目のルマン24時間レースおよび世界メーカー選手権第8戦であり1973年6月9日から6月10日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた国際自動車連盟はスポーツカーシリーズは6時間または1 0 0 0トルのレースにかけられるものとして ルマン24時間レースを世界選手権から外す方向を打ち出したが、フランス西部自動車クラブは屈せず、伝統を守り抜く決意を示し、結果として1973年のルマン24時間レースにも世界選手権がかけられた。設立からわずか1年余りのシグマオートモーティブが、シグマ MC73 を作成して26号車として参戦した。ルマン24時間レースに、 日本車が参加したのは、これが初めてである。オイルショックの影響を受けて、ほとんどの日本の自動車メーカーが、レースに興味を失っていた頃で、国内で、レース活動を続けるのですら困難な時代であり、オーナー加藤真の情熱による、プライベート参戦であった。日本からの初参戦ということで主催者から、大歓迎を受け、サーキットには、日の丸が掲げられた。 三カ国の中仏大使を招待する恒例により、日本の中仏大使もルマンに初めて招待され、加藤真は中仏大使に感謝されたという。シグマはトヨタとの関係が深かったので当初トヨタエンジンを前提でエントリーしたが突然入手できなくなった。なお、1972年のルマン24時間レースに鈴木万金がエントリーしながら参加していなかったため、 ここで参戦を取り消すと、日本人の信用がなくなり、永久に日本チームが参加できなくなると考え、加藤慎は迷った末に、マツダに目をつけ、衆議院議員の石原慎太郎に間に入ってもらい、当時の社長、松田洸平を紹介してもらい、マツダは、マツダオート東京中央の 12A 型ワークスエンジン2機を50万円で、対応する旨約束、正月返上で、ルマン仕様を作成。 筑波サーキットを10周させただけで、フランスに送った。富士グランチャンピオンレースに参加しながらだったので、殺人的な日程であった。シグマのエースだった高橋春久には、トヨタの契約ドライバーだったので、マツダのエンジンを積んだ車両には乗れず、ドライバーはイクザワトール、行沢通る、富田博士、フランス人のフォーミュラにドライバーパトリックダル、ボとなった。 ドライバー契約金を含めたすべての経費は1000万円。メインスポンサーとしてパンアメリカン航空が付き、さらに現地入りしてからソニーが500万円を提供した。自動車制作費は200万円。遠征メンバーは3人。現地採用分を含めても総勢10名に満たない小さなチームだった。フェラーリが 312PB で1位、2位を取り速さをアピールした。 シグマ26号車は、ルマン用のセッティングなど開目分からず不安を抱えて、予選に臨んだが、軽量であったため瞬速で、4分11秒1、14位と、意外な好成績であった。しかし予選2日目に、クラッチが故障し、加藤は6月8日午前に松田王と東京に電話を、かけ、出た、大橋隆にクラッチを依頼した。大橋は直ちにクラッチを、 自動車に乗せて、羽田のパンアメリカン航空事務所に向かいパリ行きの飛行機搭乗員に渡した。加藤は、これと並行して、フランスで雇ったディアメールというメカニックの、パリに6時間でクラッチを作ってくれる業者がある旨の、進言を受けて注文し制作してもらい、徹夜で装着して決勝に間に合わせた。出走したのは55台。フェラーリは、決勝ではトラブルが発生して遅れた。 シグマ26号車は耐久性がなく、またルマン仕様は 300km ほどしか走行テストをしておらず、そこで出たトラブルの対策すら現地入り後に行うというのが実情で、そのウェルマンの結晶ほど悪い路面を高速で長時間連続走行する場面は日本では全く再現できなかったため、およそ想像もつかないトラブルが続出した。 サスペンションボルトの脱落はフェラーリからボルトを借りて、しのいだが、10時間30分79周、クラッチトラブルで、コース上に停車してしまい、リタイアとなった。乾燥したのは21台。アンリ・ペスカロロ、ジェラール・ラルース組のマトラシムカ MS670 バイトの11号車が24時間で4853.945キロメートルを、 平均速度時速 202.247km、走って1972年に続いて優勝した。シグマはソニーから受け取った500万円分が黒字となり、1974年のルマン24時間レースへの参加の目処が立った。ありがとうございます。